外から6番のナムラスワガーです2頭が並んで後続に4馬身から5馬身のリードと4番のコスモシーウルフつかもとを切りました全体123馬身で3コーナーカーブへ前2頭を並んだ4番のコスモシーウルフに外から6番のナムラスワガーです2頭が並んで後続に4馬身から5馬身のリードと4番のコスモシーウルフつかもときしアクバシ最高峰に2番のアルバリーノ徐々に差を詰めるか600を切りました 全体12、3馬身で3コーナーカーブへ。前2頭を並んだ。4番のコスモシーウルフに、外から6番のナムラスワガーです。2頭が並んで後続に4馬身から5馬身のリードと、4番のコスモシーウルフ、塚本希修落馬しています。400切りました。先頭は6番のナムラスワガー。あとは5馬身ぐらい空いて3番ビザラキストが単独の2番手。3番手に1番のネオフューズが上がって、その後2番アルバリーニ第4コーナーカーブから直線コースに向く。残り200を切りました。さあ、先頭は6番のナムラスワガーです。 2番手には3番ビーザラ・キエスト前に迫っていくあと3番手に1番のネオフユーズ4番手が2番アルバリーニョ100を切りました先頭は6番のナムラスバーガーです3マシンぐらいのリード2番手には1番ネオフユーズ上がったかゴールうちの3番手が3番ビーザラ・キエストあとは2番のアルバリーニョが続いています3コーナー4番コスモシールフの塚本騎手落馬していまして馬は空馬塚本騎手は倒れたまま動けませんか上がりの 800m が5